てるかもと思う瞬間、問題の本質というか、パートナーシップの問題の本質。本質はですね、30年後もこの人と一緒に過ごせるかどうかっていう質問が、本質が分かる質問だと思ってます。でも喧嘩してる時とかって、こいつのことも絶対見たくないとか、会いたくないとか、一緒にいたくないとかって思うか、うんうんうん、じゃな、一時的なものだったらきっとね、この質問をしてもそう思わないと思うんですよ。でもいいところがあるしって必ず思ってくるんですよ、本当に好きだったら。だけどそういう部分がなかったら、もうあの、ね、おどろおどろしい感情しかないです。自分の心の奥底で感じられるってこと。そう、だ、潜在意識に問いただす質問って言ってもいいと思うんですよね。心の奥底で眠っている言葉をになると思うんですよね。その30年っていうのは、なんで30年かっていうと、子供が巣立ってしまってるからなんです。子供が今の夫婦をつないでいる夫婦は、子供がいなくても二人きりになった生活をやっていけるかどうかっていうことを、結局裏を返すとそういう質問になるんですよね。つまり子供を理由にいろいろ言い訳してたことも、30年経ってたら子供はいないわけだから、そういう子供を理由にした、あの、離れられない理由とかがなくなるわけですよ。本当にこの人と一緒にいたいのかどうかっていう質問だけが浮き上がってくるんですよね。15年計画で実行しましたっていう人もいましたよ。今日という日を待って、や、あの、家を出たっていう人もいました。この子が18になって、大学の入学が決まったら出るとかね、決めてて、もうね、どこに住むことも全部、家もね、探してたし、そこに対する手続きも事前に準備してて、だからね、知らぬは夫のみだったんですよ。帰ったら突然妻と家電がなくなってたっていう人もいて、すごい我慢強いなと思って、逆にそれはね。とその人は2000何十何年の何月何日にあそこに住んで、そこから先の人生は私はあそこで暮らすっていう目標のために、今を乗り切れて頑張ってこられた、だと思うんですけど、だからゴールが見えてるから頑張れたことってあると思うんですよね。なので、自立にしても、あの、今すぐ不安で私は子供を育てていけるだろうかとかいう気持ちは必ず生まれるとは思うんだけど、じゃあ夫がいない生活で子供と2人でね、過ごしてみたらどんなメリットが生まれると思うっていうことを自分に問いただして、もし2人で住めたら、こんな子供になってもらえて、自分がやりたいこととか夢とかも話せるような子供に育ってほしいと思えるんだったら、そっちのワクワクを選んでほしいなっていう。私の場合は子供が離れる、あの、小学校とかに行って離婚してる家庭とかが あのお友達とかが増えて、離れてね、暮らすっていう方法があるのに、なんでそれを実行しようとしないのって言われました。私に近い友達も言ってくれたけど、子供から言われた。じゃあ子供もよくお父さんと一緒にいないとかわいそう、3人の家族が作れなくなるとか、そういうのはないんですね。子供自体も別にそういうことを望んでないってことですね。そう、お母さんもそうだけど、自分にもやっぱりこう言われがあるから、くつろげない家だったって感じですね。親子で子供もやっぱりお父さんといるとくつろげないっていうのも、まあ、一つのあれですね、見方ですよね。私がやってるカウンセリング、まあ、私のところに来てくださる夫妻コーチをしたいっていう方は、二人の仲はすごく悪いだったり、喧嘩したりとか浮気したりとか、いろいろあるんですけど、やっぱりお父さんと子供の仲がすごいいい方とかも今多いんですよ。すごい遊んでくれたりとか、まあ、うちもそうなんですけど、娘とお父さんの仲とかがすごくいいんですよ、実際。あの、テレビ一緒に毎晩見たりとか、あの、夜毎晩本を読んで寝かしつけたりとか、パパだったら許してくれるとか。そうすると、私と旦那と、まあ、多分娘たちはすごく嫌がったと思うんですよね、別れるっていう話をした。やっぱりだから、そこの部分とかも、子供がもうすでに分かっ、やっぱりその、私たちが仲悪いとか喧嘩してるっていうのは子供は絶対見ている。でも
子供に対してすごくいいお父さんだったりとかする場合はまたその2人の関係の問題っていうふうに見直せるけど、うんうん、子供もママなんで出てかないのみたいな感じに言うぐらいだ言うんだとしたらやっぱりそこにはメリットはしかないですよね。出ていくというか、うん、そう別々に暮らす考え方としてうんって思うたまにねこうお話聞いててうんって思うのがあの夫に丸め込まれてるっていう表現をされる人がいるんですけど、そうだけどそれがね丸め込まれてるのか本当にただお父さんを好きな子供っていうだけなのかあのそこはねちょっとやっぱり私外にいる見てない私からはね判断がやっぱできないところはありますね。そう離れててもあの離婚しても子供とお父さんは会える環境を作ろうと思えば作れるわけで、そっちの方が僕がそううまくいくんだったら、別にその、 あの面会でね、あの補うっていう方法の方があの、お互いに将来のメリットがあると思うんだったら、それも一つの手として使うっていう方法は。私、イタリアでは、まあ、イタリアの生活とはちょっと違うかもしれないんですけど、本当に、皆さんも別れてもその奥さんのお家に入って子供の勉強見たりと、うん、1週間一緒にバカンスしてこっち1週間バカンスしてみたいな夏休みとかも本当にすごいいい形で、うんうん、2人の性格が別々でもいい形で子供を見ている方っていうのはすごいいるし、うん、あの増えましたよね。イタリアでもやっぱりクラスに何人かいます。いつも常にあの、うん、ご両親がいるっていう方はいますが、あのもう絶対合わせないとかすごくっていうよりはあの和解してなんかこう別れてるなっていうのが分かる方もいるなと思います。そのね方法もあるんじゃないかなっていうのはすごく思いますね。もうなんかね、あの別れるってなるとやっぱりこの未熟な人がやることみたいに思っちゃったりするじゃないですか。自分が未熟だからみたいな、じゃなくて、ある意味、私が見てる、まあ、理想だなと思う形かもしれないです。理想かもしれないですけど、違う形の二人の関係みたいな感じになるのかなっていうのは、私は常に見てますけど。違う形の、なんかそれが失敗したとか、間違ってたとか、なんか自分の人生が終わったみたいな皆さん、まあ、今、離婚ね、思わない人も多いかもしれないけど、思っちゃうの。あ、違うんじゃないかなと思ってますね。